延期になった東京オリンピックが来年7月23日に開幕することが決まりました。大会組織委員会と IOC 国際オリンピック委員会は東京オリンピックを来年7月23日から8月8日まで開催することで合意しました。パラリンピックは来年8月24日から9月5日まで開催されます。競技ごとの日程はこれから決めていくとしています。これを受けオリンピック開幕までの残り時間を示す東京駅のカウントダウン時計が再び動き出しました。